マツダのラージ商品群、ね、待望の縦置きプラットフォームの、プロトタイプ市場に、マツダ、ミネ試験場、僕が昔表彰台に立ったこともある、ミネサーキットをね、ベースにしているここの試験場に来ています。ここで乗ってるのは CX60 というモデルですね。2列シートの、はい、モデルになります。こちらの、プラグインハイブリッドの方からまずお伝えしましたが、次に乗るのはね、ディーゼルです。話題の直列ロッキとどんな走りを見せるのかね、そろそろ行ってみたいと思います。まあ、こうやってインテリア見てみると、シフトレバーがあえて残されているのがね、マツダっぽいですよね。あのなんかスイッチとかじゃなくて、やっぱりガチャンとやるところにこう走りに行くぞという感じが、まあ、あるのは事実で、まあ、やっぱりマツダらしいよねという言葉になるのかなと思いますね。はい、押して下げる、行きましょう。まずね、ここは結構荒れたピットロードなんですけど、ここ走ってと思うのは、やっぱりね、乗り心地が、まあ、質が高い、すごく柔らかいという感じではないんですけど、まあ、しかもプロトですからね、そういうところ、音とか乗り心地の最後の煮詰めはまだだと思うんですが、あのね、なんだろうな、車があちこち暴れるように動く感じがなくて、すごくね、こう車体をとにかくフラットに保とうっていう意図がすごく明確に感じられる、そういう乗り味ですよね。はい、ここもまたまず一発目やばい、気持ちいいじゃないか、さすが直列ロッキと伸びていくとね、回転が上がっていくと音が澄んできて、しかもね、こう粒がね揃っていく感じ。レッドゾーンね、これ5200ぐらいからに、タコメタ表示上はなってます。で、実際にはね、まあ、4000ちょっとぐらいでシフトアップしてたのかな、今 D レンジでのシフトアップだとね、ノーマルモードの。でもね、そこにはね、ちょっとこう突き抜ける快感がありますね。いや、プラグインハイブリッドの時もお話しましたけどね、なんかこう乗る人を笑顔にするっていうか、ワクワクさせるというか、そういう魅力はありますね。あの今見ててね、気づかれた方もいると思いますけど、この車、まあマイルドハイブリッドなんですけどね、48V のマイルドハイブリッドなんですが、結構エンジン止めに行きますね。あのまだ速度結構出てる段階から減速ブレーキングしてると、あ、今もエンジン止まってます。結構頑張って止めますね、これ。はい、今こうやってかかるね。実はね、モーターもこれ、最大トルク153ニュートンメーターかなと、結構強力なんですよね。だからあのそこまで、例えば信号待ちみたいなところまで速度が落ちなくても、エンジンを積極的に、またここでも切ってね、時速30キロで走ってもアクセルオフすると切ってますよね。うん、非常にいいのではないでしょうか。パワートレインのドライバビリティね、この結局ディーゼル、大排気量にするっていうのは、別にパワーが欲しいというだけじゃなくて、ね、いい回転域で、まあ、つまり低い回転域で使って効率を出すことがたやすい。ただ大排気量になると、どうしても微低速とかはね、まあ、どちらかというと苦手になってくるんで、そこを電気モーターでカバーする、まあ、考え方としてはそんなような感じですよね。それがね、うまく効いてるなと思います。ちょっとエンジンの話に戻ると、これ排気量 3.3 ですね。つまり、まあちゃんとスペックこれ出てたかな、あの直四ディーゼルが 2.2 なんで、まあ 1.5 倍したと。ただ、今までのね、4気筒を気筒数増やしたってだけのエンジンではなくてね、実はね、燃焼が新しくなってますね。まあ考えてみれば、スカイアクティブ D って出たのね、もう10年近く経とうとするわけですから、新しい燃焼、確かに考えられてもいいよねと。これ加速も気持ちいいけど、こう巡航している時のこの感じいいですね。でシャシーがね、これプラグインハイブリッドよりかも当然車重軽いと思うんですけど、あの非常にあのそれでもね、重厚感、いい意味での重厚感は失われてないですし、かつでもやっぱり軽やかなフットワーク、なんかね、手の内感みたいなものがすごくありますね。ああ、これは気持ちいい車だ。120キロ巡航ですけどね、今この瞬間。
なんかね、頼もしいし軽快だし、うん、じゃないですか。ほら100キロ以上でもエンジン切りに行きますね。これはね、あのマイルドハイブリッドでしょって結構バカにできない感じですね。はい、その直列6気筒 3.3 リッターの新しい燃焼を使ったディーゼルエンジン。まあディーゼルエンジンね、何回にわたって燃料を吹くわけですけども、まさに横根号って言うんですかね、あの噴射してその空気と燃料が混ざった状態を作って、さらにそこに吹くことで、あのムラのない燃焼を実現するような新しい燃焼室形状とかをね作っていました。これはね、実は後で細かくもう一回プレゼンを受けられるというんで、その後細かくさらにね お伝えしたいと思いますけど、それ新しいディーゼル、さらにねエンジンとトランスミッションの間に電気モーターを挟んでいます。で、実はねこのトランスミッションも新開発の発足オートマチックで、まあトルクコンバーターレスということになってます。本当にクラッチ型の発足 AT、 ダイレクトなシフトを実現するということですね。そして4輪駆動システム、これはまああの、まあ、いわゆる電子制御の4駆になっています。おさらいになりますけども、このパワートレインが積んでいる、車体の方、こちらももちろん当然新設計で、ボディサイズは、変わらず、全長4742mm、全幅1890mm、全高1691mm のホイールベース2870mm という設定です。まあ、660ということで、まあ、アメリカ向け70はこれより幅が広いんだろうなということは想像できますよね。で、まあ、剛性の高い、ボディ、そして、まあ、サスペンションタワー前後に、アルミダイキャストを使う、まあ、この辺のスペックは、まあ、今時な感じですかね。でフロントダブルイッシュボーン式サスペンション、リアマルチリンク、松坂フルマルチリンクというサスペンションであることは変わらないです。とにかくバネ上の動きを抑えたいということで、あのピッチングセンターをね本当に車体のすごく後ろの方に持ってってるんですよね。要は車体のすごく後ろの方を軸にして車がこうやって動く。でもすごく後ろにあるんで、実際にこういう動きにはね、ノーズがペコペコと上下するような動きにはならなくて、ほぼこうフラットに上下するような動きができるという形だと言います。おそらくね可変ダンパーついてるとは聞いてないんですけど、そういうわけでねあんまいらないよねっていうぐらいの乗り心地は確かに実現できてると思いますね。あのここまだねアスケ型の雨でウェット路面なんですけど、あのねすごく挙動が分かりやすい、これはいいですね。タイヤはね、ブリヂストンのアレンザ履いてました。まあ、市販車ではね、あのもしかしたら他の銘柄もあったりするのかもしれないですけども、今乗ってるものに関してはねそれ履いてましたね。走っていてとても重厚な感じもあるし、マツダらしいなんだ軽快なハンドリング感あるし、これはね、まあ、プラグインハイブリッドでも感じましたが、やっぱりねこうおそらく軽い150キロぐらい軽いんじゃないかなと思われる、このディーゼル6気筒だと、それがね、まあ、もうちょっと6気筒だからもうちょっと差は縮まるのかもしれないですね。あのとてもいいですね、こうやって切っていった時の自然なレスポンス。マツダがねまあ、ずっとね、スカイアクティブを世に出してからこだわってきたことが、あの全部ねゼロスタートのこの車種には入ってる、ね、ノウハウが全てね注ぎ込まれてる、そういう感じがしますね。だから言ってみれば究極のマツダ車に乗ってるという感じがします。あ、こういうことがやりたかったんだっていうのがすごく伝わってくる、そういう走り味ですね。はい、ちょっとスポーツモードに入れろという指示があったので入れてみました。スポーツ、ノーマル、オフロードの3モードがこちらも用意されていますね。この6気筒の気持ちよさを味わえる嬉しさ、あの試作車なんでちょっとガラガラ音聞こえますけど、これね多分というか、あの市販の時にはねきっとスムーズないい音になるんだろうな。ちょっとパドルでシフトダウン、ほら気持ちいいじゃないですかね。
ちなみにスペック、実はね、最高出力254馬力、最大トルク550ニュートンメーターとなっています。意外と実はそこまで頑張ってないんですよね。0、100キロね、7秒台みたいなスペックだったと思いますし、VMAX も220キロかな？なんで、めちゃ速いってわけじゃないんですよね。だそこを欲張んなかったのが、でも、いいのかもっていう気がします。この気持ちよさってね、速さ、実際の速さではないので、なんかほんといいな、なんかね、いいんですよ。すごい中身詰まってる走りの味がするんですよね。今までのマツダのね、まあ例えばじゃあ CX-5 とかとテイストとしてね、もちろん同じ何か似通ってるんですけど、なんかね、はるかにね、濃いというかね、そんな感じがするんですよね。まあそれがいいもの感というのか上質感というのか、うん、でもまあそういった類の話ですね。なんかね、ゆっくりこうやって今ねスピード落としてゆっくりと動かしていても走らせていてもいいねと、なんかいいものに乗ってる感じがすごくします。ずっと進化を見てきたわけですよね。ずっともう見てる方向は一緒で、ひたすらにマツダはね、そこに向かって一歩一歩、まあビルディングブロック戦略じゃないけど積み上げてきたわけですよね。それがね、なんかいよいよ本当花開くなという感じがしますね。これはだから本当にプレミアムと言われるような人たちとの間でも十分に戦えるものになってきてるっていうのは、実感しますね。ちなみに燃料タンクの容量は58リッターです。まあヨーロッパだからディーゼルでしょ？ 1000 キロ走りたいよねなんて思うと、まあざっくり60だから、リッター16、7は走るかなというか走ってくれるのかなというふうには思いますよね。というか思いたいですよね。うん。そうなったら、この特に今ガソリンが高いですから、ね。まあ軽油も合わせて高いですから、なんとなく購入動機というかそういうものとしてもね十分かなという感じはあります。いや本当ね、ここでこうやってエンジン止まってくれんのとかは、ね、実は本当直列ロキとディーゼルってように頭がいってて、マイルドハイブリッドはまあマイルドハイブリッドねぐらいに正直思ってたんですけど、意外やこのコンビネーションだからこその魅力ですね。マイルドハイブリッド、これは本当に侮れないなと思いますね。これだけエンジン止めたり、これだけこう立ち上がりでこうモーターブーストでね、走りを助けてくれてると、絶対これ燃費にも相当効いてきてると思うんですよね。はい、ここもう一回多分お楽しみタイムなんで、ちょっとじゃあガバッと踏んでみますか。5000まで回りますね。ディーゼルのこの、ね、方向素晴らしいな、ね、6気筒最高ですね。直列6気筒最高、本当よくこれは英断してくれたなというふうに思います。はい、まずはね走りの印象からお伝えしてきましたが、細かいね技術の説明とか、まあちょっと興味深いねサスペンションのあれこれとか、そういうのはねちょっともう一回お話を伺って、もう一本深掘り CX60 やりたいなと思いますので、そちら見ていただければなというふうに思います。でもね、とにかくねいいですよこれ。ちゃんと期待以上にマツダであり、また期待以上に新しさ上質感備えてます。